でそこで山猫、も見ることができた。はい、貸し切りでしょ。露天風呂はちょっと使えませんが、ありがとうございます。はい。はい。どうですか。こんな感じ。いいですな。あ、ちょっとやっとくか。風呂上がりに。よし。久々飲んだ。おお、涼しい。なんか涼しいじゃん。なんだ、中より全然涼しいじゃん。こういうポイントだ。どうも、お疲れ様でした。はい、またお疲れ様でした。よしよしよし。よし。ご安全に。15時14分23ですね。温泉一つ、北津島の唯一の温泉じゃないですかね、これね、一番北側にある、温泉ということで、入りました。渚の湯さんですね。お湯ですね、思いのほかまあ良かったというか、温泉っぽかったですね。入る入り口行くとですね、受付行くと
まもなく韓国の団体さんが来ますけど大丈夫ですかって言われて、それはやばいって言って、早く帰ります。もうあそこで、アルマさんともう、ちょっと終わりでした。アルマさんはもう、膝勝ちの、クリーニングから帰る。野菜がだ、全然カンパチやね。カンパチか、そっちは肉ですよ。そっちは肉ですよ。島のやつもうないね。じゃあでかいね。まあ僕らはいりますもんね。はい、のりさん、あ、一本あるもんね。一本ね。あれ違うか。ないか。六本パックじゃないもんね。のりさん多分飲まないね。飲まないね。いや、でもないと怒られるもんな。で、じゃあ。じゃあ6本だから1本。いや、でも違う銘柄いいね。ちょっと待って。あ、
これで1本僕あるんですよ、昨日の残りが。あ、そうですか。うん、あ、本当。だから1本と、あ、1本いらない。うんうんうん、ビールね、ビール。ビール容器なかったですか？ん？在庫なかったですか？いや、もうないな。あと、ないあとね、2本ぐらいある。2本しかないんだ。そう、2本ぐらい。なんてか、23人、これでやるよ。よし。どうだ？バカリか。サンプルか。これ、トリスの配合。ん？トリハイ。あ、トリハイ行こうか。じゃあもう焼酎じゃなくてこういうのかね、うん、ね、凍えなければいいんですが、いや、やばいね、いや、凍えるよ。何かちょっととりあえずここもパトロールしてるのかないね。おう、おう、塩ラーメン、塩なんかね、味噌もある、あるね、うん、焼きそばバーガーね。いただきまーす。398円。3枚ですか？はい、あ、3枚、はい、2枚、2枚、8円。15時34分、20度ですね、スーパー、小さなスーパーで、ビールを中心、ビールだとか、酒類を中心にちょっと買い出しをしました、はい、で、ああ、あったで、ちょっとガソリンがなくなったので行きますよ。
もみじ街道だそうです。すごいな、ノリさんの人のフォークランプの黄色が。
16時10分、21度ですね、日本で2番目に大きい、イチョウの木ですね、をちょっと見学、立ち寄りました。いやいやいや、もう古くて中がちょっと空洞になってます。もうあの かなり疲れというかあれなんですけど、しっかりとメンテナンスしてくれてます。あ、で1200年とも1500年とも言われるって書いてますね。はい、キャンプ場まで 38.1 度。
目撃情報を募集中っていう看板がありましたよね。これも山根さん注意の看板ですね。ここか、朝は立ち寄りました。ここです。ここです。ベイパーク、戻ってきました。で、ちょっと管理棟で薪を買いますよ。練習していきますか。ねえ、ねえ、ちょっとね、さっきにね、お手洗いを行きたいんですよ。あ、じゃあ行ってください、行ってください。今1本だったけど、今消えてた。じゃあちょっと、せーので開けますか。はい、せーの、よっしゃ。じゃあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。かー、うまい。あ、それエビスだったね。違ったね。あるよ。いやでもこれですよ。あ、これか。あ、そうかそうか。うまいわ。うん。ビーフを食べるときに飲むか、これ。早かったな、ちょっと。早まった。やっぱ自分のバイクが見える。いいね。うん、帽子がしょってるけど。あ、待ってよ。だから、あれ？
こういった方がいいんじゃない？こっち側。そういうことですか？ね、そういうことです。そうしないとほら、うん、このこっちに来たらさ、うん、人の顔越しに見なきゃいけないからだろ。なるほど。そうそう。じゃあ、お疲れ様です。どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。うん。あ、うまい。はい、18時16分。本日のちょっとネタの紹介でしょ。で、ちょっと昨日の引き継ぎ品ばかりですよね。で、まずは、昨日も紹介しました、国産牛のサーロイン。これ安いですね。で、イカ一夜干し、これも昨日1枚食べて無責任でも2枚買って1枚食べなかったそうです。で、ミノはこれは福岡から持ってきたね。そう、アロマさんが持ってきた大好きな肉屋さんで買ってきてくれたそうそうそう。で、こちらのスーパーで買った豚バラと、ね、お宿にももで、燃料これあ、かいしょで、まずは違う津島山猫、これ何焼酎ですか？麦焼酎。麦ね、はいはい。で定番黒霧で、タレが2種、これはお持ちいただいたやつ。いや、さすが。トムラって何これ？味噌、あ、これいいじゃん。そうそう、これミノにぴったりじゃん。うん、いいじゃん。味噌のやつね。よし、じゃあちょっと焼き焼きしましょうか。じゃあまずは上味のじゃない、ただ牛味のね。ちょっと、よし。じゃあ、エイジさんが持ってきていただいた、トムラのためね。あれ、エイジさんは大分でしたっけ、宮崎でしたっけ。大分ですよね。いや、出身は宮崎。あ、宮崎ですか。もう基本トムラですか。そうですね。トムラも本当どこでも売ってる。あ、うまい。餅つけてもうまそうやね、これ。よしよし。味噌の方ね。よし。うん。はいはい。じゃあちょっと。よし。じゃあちょっとね、トムラのこの味噌だれの方でいただきます。あ、このぐらい濃い味噌やからね、このタレ。あ、うまいね。味噌に合うね。いやいや、だいぶちっちゃくなりますね、これ。でも相当そうだね。ちょっと、はいはい、焼けてるね、うん、あ、なんか痒くなってきた。うん、これ必ずしも黒く焼く必要ないですね。ない、うん、もうどうしよう。はい、焼きすぎると、焦げて苦くなる、うん、あ、これ、なんかこの黒い点々見ると、A さん、羽やり思い出す。あ、まあまあ、うまいじゃん。よし、油、自分の油でガッて焼けるもんね、これ。そう、うん、今炭が絶好調です。絶好調ですか、うん、じゃあよろしいんじゃないでしょうか。すごく、よっしゃ。では置きますですよ。置いてください、よし。あ、昨日ただこれね、ちょうど5人でね、喧嘩にならないとか人数4だよね。
よしよし。おう。あ、しゃ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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい、はい、はい。早めにやると火つかないんだね。そう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 、うん、焼いております。うまい、うまい、うまいです。意外にこれ炎上がらなかったね。うん、 GS とね、うん、豚バラ串ですよ。はい、ああできます。あ、うん、あ、なんかうまいね。うまい、うん、あ、この一香りがすごいね。うん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 、東京の野源、東京はもう全部それなんですよ。うん、うん、ジャイケン、最初はん、ジャイケンで、ああ、うん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 、なんか嬉しいな。うん、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 まあ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 、昨日おらんかったら面白いからね。けどもうしょうがないんで、あれですよ、アジの作りを買ってきました。おお、きたきたきた、すごい、なにこれ、こんだけついて1280円だから安いっすよ、ね、安、でもアジで1200円、すごいね、すごい、ね、すごいね。このスーパーで、まあ最近で、あ、最近で、最近、あ、最近だな、これ素晴らしいわ。じゃあどうも、はい、どうも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 、うまい、うまい。ここソフトバンクほんまダメや、うん。今日何泊目なんですか、旅に出て。ああ、何泊だ、船で一泊。ああ、じゃあ、うん、ちょっと待ってよ、何曜日に出てたんですか。あ、金曜、じゃあ木曜日に出てるんですよ。で木曜日の平日に出て、で、あ、埼玉を出発して仕事終わって、うん、ええ、でそのまま岐阜羽島の東横に泊まって、あ、はい、岐阜まで移動して、で次の日、はいはい、午前中仕事して、え、あのリモートで8時間仕事、あの午前中だけ仕事で、あ、そうなの。でお昼で切り上げて、そのまま大阪南港行ってフェリー。あ、じゃあフェリーは金曜日、金曜日乗ったんですか。ああ、じゃあ僕は前の日に南港から乗ったんですよ。パーソナルジンギスカン。え、松尾のやつ。松尾の。松尾の、ほら。我々のようなパールとは違うよ。なんか重いやつ。重い。なんかほら、本物や。本物です。ちっちゃいけど。松。一人用。凝ってるな。あ、じゃあちょっとここにあのガスコンロをちょっと鎮座させて。うん、ね。これガス。そうよね。ちょっとなんかあれだな。久しぶりだったら錆びてる。うん。うん、錆びてていいよね。鉄分が、うん、サビサビになっちゃってる、かなり錆びてるよ、うん、なんかねー、本当にちょっと一枚だけ、いや、どんな味か、こう人が買ってきた味に応じて、甘い、うん、じゃあ私と真逆ですね。もう私は綿密にやらないと寝れないもん。僕はね、プランにするの仕方がないな、もう。もうちょっとお願いしますよ、自分だけ食べようとしてさ。もうこのハサミで肉を切るなんて、もう。そうそうそう。
ね、ちょっとあかん、沿ってもうと、うん、4人前あったらいいんでしょ。まあ、そうですね、うん、よし、あ、しょうがないな、じゃあ行こうか、始め始めちゃう、はい、はいはいはい、はい、しゅうさん、まだちょっと食器の準備いやもうこれつまんで口にペッて入れてる、そう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 、じゃあいただきます。いや今ガサーって言ってもでも嬉しかったそうそうそう、じゃあちょっと、真ん中いただきますね、はい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 、ありがとうございます。初ソンちゃん、あ、なんだ一枚待ってる、あ、うまいね、うんうん、うまいこれ、味噌のタレにも合うよ。なるほどね、うんうん、いつもあのあれですよね、ちょっと肉焼かなきゃいけないよね、肉がすごい、うんうん、すげえ炙り焼きも炙いやちょっと待って、でもトンちゃん、トンちゃん、あのそもそもどれが一番正しい焼き方というか調理方法なの？加熱すりゃ何でもいいんじゃない？あ、そう、ほんとほら、のキャベツと一緒に入れるとこ、なんか野菜となんとか混ぜるとこ、でもトンちゃんも早もう2枚しかないなと、おでもこれじゃあ切ろうか、いいところ、じゃあ、はい、スポンサーの方に、スポンサー、トンちゃんスポンサー、はいはいはい、じゃあ私もちょっと いですか、いいところじゃあ行ってみましょうか、はい、これ、はいはい、ありがとうございます、よいしょ、いい、普通のところじゃあ行く、普通のところ、はい、いただきます、これ、はい、A さん、これ、どこ、ここ、ああ、うまいね、トングでこう、いい感じです、うまいね、うん、うん、こういう風にこれ、そうなんですよ、カッティングされてるわけですね、うん、で、これをラップでこう、なるほど、すごい工業です、そうそうそう、ちょっと待って、あれ、じゃあこれちゃんと取れてない、どのように、うん、あーすいません、ラップ、エイジさーん、こう見えて不器用なんですよちょっと待って、おかしい、ちょっとな、ちょっと待って、エイジさん何やった、切る、ほら、もう僕はもうクシッと切るから、切る、持ち上げてほしかった、ちょっと、はい、ちょっと、この、わる、角度が上がる、角度が上がる、よしほら、あれ、ちょっと待って、これなんか並びがちょっとほらこれ集合写真の時にほら GS とかがちょっと並べるから、なんでこんな、なんでおかしいな、流れてるんだ、あ、息がいいんですよ、そうだね、なるほど、目が黒いからこれもう一、これほんま行けやね、あ、ほんとですか、行けね、手前の寿司、あ、これ、うん、あ、寿司ダメだ、うん、あ、わさびつけないな、よし、いや、味はね、そのまま行ったら生姜ついてるから、うん、だからそのまま行ったらいいんですよ、あ、うまい、うん、これ次うまいか、うまいね、うまい、弾力が、これはうまい、弾力がおかしい、すごいこれ、これはいい、これはうまい、うん、あー、まあ、うまい、ここでよし、じゃあちょっとこの刺身の方ね、うん、あ、うまい、トムちゃんって福岡の食べ物、長崎の食べ物なの、全然知らなかった、うん、でこれで、あの、しゅんさんは、うん、その、どういう、その、いつまで旅をするんですか、あー、4日の、これ富士神はどこのやつ、どこですかね、どこのやつですか、うん、なんか結構売ってたんですよ、うちの家に近所で、うんうん、あ、これコスモスドラッグで買ったんだで、九州じゃない、これ刺身盛り合わせ300、でも398円するんですよ、これね、そこね、値段はいっぱいしない、ね、うん、ではついに牛焼きましょう、そうね、それ何や、はいはい、あ、これは振るの、え、それを振るんです、これは両面にね、両面に、はい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 、じゃあポンポンポン、あ、すごいこれ、うわー、なんかちょっといっぱい、うん、でそれうまいんよ、それ
で、うん、俺も何回かやったけど美味しかった。あ、こっちはちょっとあの足りないね。うん、で、B 面もね、B 面も、もう誰もわかんねえよ。お、レコードですね。ね、我々の世代はまだわかるもんな。踊り場、そうですよ。そうですよ。これも洗うのめんどくさいからこう先に拭くと、うん、洗い場に行かなくていいと、うん、はい、これちょっとこれを、おいおい、はい、ちょっと待ってよ、うん、多めに拭った方がいいもんね、うん、あ、多めに拭きました、はい、結構辛いんです、国産に、なるほど、あ、なんかそれっぽくなってきた気がするよ、これちょっと、いやうん、ああ、ちょっとでね、これ焼くときに焦げ落ちちゃうから、うんうん、多少焼けたらもうさらに、ね、これ何半分ずつ焼く、どうやって焼くの、これで焼けんでしょ、焼けんね、え、ということでどうやって焼くって話だった、半分ぐらいに焼かないと無理じゃん、うん、あ、いや、じゃあ、あの、あ、これで焼いてみるやつ、それいいじゃんね、新しい、ほら、イカ一夜干しを焼こうと思ったけど、でも、ね、これどうですか、ステーキこれで焼いてる姿見たことないからいや、でもこの肉汁をしっかりとまたこの吸わせるじゃないけど、するには、うん、まあ、フライパンがいいんだよね、じゃあもう分かりました、ね、どうですか、これをのけますんで、うん、え、これこれのけて、これそれでいきましょうよ、それじゃあ、じゃあ、のりさん、じゃあ、はい、じゃあこれ、はい、広げて、待ってマジで、マジこれね、だから、うん、置いて上に、いや、うまいわ、こう、ほら、こう炙る、ほんとに、ほら、ほら、ニンニク落ちないもん、あ、そう、あ、そうだね、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、これもう一度、誰か一つ持って、共同作業、ね、これ、は反対側、持ってこれ、いや、トング、はいはい、はいはい、うん、あ、そう、共同作業よ、落としたかんよ、ニンニク落としたかんよ、はい、せーの、こ、いや、違う、横に、俺が、いや、そうそう、もう不器用な人たちやな、もう、しょうがないな、初めてやわ、何しよう、ほんと、これ網目がついていいんじゃないですか、あ、いいね、うん、こんな風に使っちゃダメだと思いますけど、いや、そんなことないでしょう、え、誰も思いつかなかったんですよ、こんな焼き方してんでしょ、炭火で、どんどん、うん、まあ、ええ感じじゃないですか、ね、いい感じ、めっちゃええ感じやんか、ね、ニンニクも落ちとらんしね、うん、まあ、焦げてきたけどっていうか、こんな直火でいいの、こんな近くでいいの、もうちょっと距離離さなかんじゃん、ほんと、いや、それじゃノリさん腕が痛くなるもんね、いや、まあ多少は頑張りますけど、この辺うまいね、多分、うんうん、ほら、もう、ああ、真っ黒になっちゃった、火がね、近いのよ、うん、もう食べれますよ、これで、うん、今でも、もうニンニク、もう焦げちゃった、ほら、こんな直火で焼いたら、ほら、あかんわ、うん、もういけますよ、これ、ほら、もう十分いけるって、行こう、もう行こうよ、これ、もう、うん、あ、なるほど、網の上から切ると、さすがですね、斬新だな、うん、で、もうこれも、あ、そうね、そうね、そう、あ、そうね、新しい使い方で、新しい使い方だと、切り方もね、うん、そうそう、僕いつもこうやって切ってる、あ、そうなの、やるな、はい、じゃあじゃんけんで好きなところの部位から取るということにしましょうか。はい、じゃあ、はい。よし、ちょっと。はい。じゃあ最初。ちょっと。あ、まだ落ちない。よし、はい。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 はい、じゃあじゃんけん。はい。はい、さーい。しょーんぐ。じゃんけん。ふい。マジか、まあ、今日のゲストやから、じゃあどうぞ、じゃあ、
好きなとこ V 撮ってください。じゃあここ遠慮なく撮ってください。端っこから行きますね。はいはい、あ、いいとこ言われましたね。はい、遠慮も行きますわ。ここから行こう。じゃあ行ってみようか。うん、ね、これどう？あ、これ焼けてるやん、これ。これどう？これ。あ、いいですね。うん、いい感じ、うん、うまい。ね。うん。うん。あ、うまいや、うん。うん。うまい。うん。ここ。ニンニクもいいっすね、これね。うん。あ、うん、うまい。うん。鶏肉だけで十分うまいでしょ、あの、ソースかけるんじゃね。うん。あ、うまいね。うん。うん。あ、いいわ。なかなかやん。なかなかやん。昨日の兄貴やけど。うん。2枚目ね。2枚目。うん。いやいや。ステーキでこんな風に焼けへんから、ね。こんな焼け方しないでしょ。いや、でも焼ける音が分かりましたね。うん。美味しいですね、うんうん、結構厚切れですよな、このサーブ ね、厚切れですわ、うん、でもこのサシの入り方からしたら、うん、ほんまに国産なんかな、これ韓国産じゃないの、これ、ま、えはいはいはい、ちょっとレアな感じになってきましたね、レア。今日、のりちゃん相当働いてますね。油がそうね、うん、なんかちょっとしまもうねこれね、うん、これでいいぐらいだと思う、うん、もうちょっと焼いて、うん、裏返したらもういいぐらいだと思う、うん、ちょっとカツオのたたきにちょっと似てきてるよこれ。ね、バラ焼き、バラ焼きね。ほら、この一枚だけニンニクが焦げないのよ。なんで？なんでだろう。そうですね。ね、ほら他のニンニクはええ感じになってきたんやから。よくね、これ結構質がええでどこも。焼いた後これやれ、ここやれ、あ、ここ一番端っこが下手になったね今度はね。え、じゃあ。はい、最初。はいはい。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、こうで、ほっ。はい、こうで、ほっ。おやぁ、いいよ。あ、いいし、あ、そう。先輩、先輩、じゃあ、しょうがないなぁ。ちょっと待ってよ。ちょっと。あ、ちょっと、焼きすぎちゃうよ。うん、じゃあ、ちょっと。ちょっと。はい。じゃあちょっとこう、僕がしっかり焼けとするようなところをちょっと行きます。あ、いいとこ行きましたね、今。はいはいはい。あ、あれ？いいとこ行っちゃったなぁ。はいはいはい、ね。僕はね、今回は、うん、ですよ。よし。ここと見せかけて、この、でもここやな。失礼、ここ。うん。君よかったら、ちょっとですよ。ほら、うん、めっちゃいい感じでしょ？ちょっとレアっぽくてこう。はいはいはい、うん、うまい。さてどうかな、うん、ちょっとレアやったな。うん、うん、これはいい感じじゃない、うん、うん、うん、あと一人火入れしてもよかったね、ね、うん、でもし、うん、ここは湯割りいいですか、湯割り。あ、うん、あ、わ、うまい。
山猫です。あ、山猫さんですね。すみません、うん、はい、お願いします、うん、おー、ありがとうございます。こんだけのサーロインが2枚で1500円で安すぎるね、うん、あ、飲みやすいね。飲みやすいですね、これ。飲みやすい。うまい、うまい、うまい。うまいよ。うん。絶対いいチコやよ。中身はいいチコ。うん。OEM で作って名前、ラベルだけ。うん。使ってないね、目が。おらんね、まだ今日。さっきこの端をちょっと骨に置いてたら来るんじゃないですか。あ、うまい。ほら、食材がもうなくなって、イカと鶏しかなくなって、うん、十分だよ。やっぱこれパスタがいるの、うん、いやー、美味しかった。もうだってあるのあるでしょ、鶏とイカだけでしょ。うん。続いて、おやだりももね、それいます。あれで焼きます。あの、これにして焼きます。味付け。味付け？あ、これはでも、うん、もうめんどくさいこれ。置いとこう。まあ、とりあえず皮目を下にしてですね、うん。まあちょっと炎は少しはあるのかな。うん、ちょっと今度はこれを引くわ。これを引いて。あ、そうね。ちょっとね。うん、ちょっと高さ調整をして、うん、それが本来の置くと、うん。これでいいじゃん。あ、いいじゃないですか。そうね。これだとくっつかないもんね。うん、これで丈夫です。なるほど。さあ、さあ、しかなくなってしまいますよ。と思うけど、キャンプ場で塩コショウ以外の味が食えないのって残念やね。あれ焼きとかいつも。こう？あ、こう、こうはいいんじゃない？こう。そうそうそう。いいですよ。横に。あ、そうか、そうか。うん、そうか。なるほどね。そうだよね。あ、網の挟んだままね、切らなきゃいけないもんね。どうした？結構。あ、な、結構油が落ちるね。油落ちますね。ね、もったいないね。うん。それ、喧嘩にならない？ちょっと、あの、右、そっちに右の方がでかいけど。喧嘩にならない？大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。これで4人分ですね、うん、そう、あ、じゃあいいな、じゃあ、では、じゃあちょっとオープン、はい、はい、じゃあ、あの、いやらしくないように僕はほら、端っこから行きますよ。あー、いいな、おー、よし、じゃあ、入れます、はい、じゃあ、端っこから、うん、すごい油が、これちょっと切れない。切りましょうか、うん、大丈夫ですか、うん、噛み切れないんですけど、切れない。うん、あー、美しいな。誰が買ったんですか、この鳥を買おうって。これは誰だろうね。大体アロマさん。アロマさんね。肉はやっぱアロマさんだな。ぼんじり山ほど取ってる。美しい。そう。うん。うん。あ、自分もこの怪しいやつ行ってみようかな。これ、結局何だった？謎の漬け。謎漬け。いただきます。食べてなかったんですね。謎漬け。あ、でもわさび。あ、でも美味しいじゃん。美味しい。ね。まさかね、いけないと思ったことに、ね、思いを寄せたら、なんかね、なんかなせばなるじゃないですけどね。そう、これのもんですね、どういうわけかね、のりさん。ね、
やっぱりね、今日俺あの今回のこの旅はね、うん、ゴールデンウィークに何の予定も入ってない時に桑さんから対馬どうですかって言われたから、うん、対馬って何があるのっていうところからそれでね、あのチリライダー あの YouTube を見て勉強しようと思ったら堆積岩、堆積岩、堆積岩って連呼されてこいつは岩のことしか言わんのかとそれで飽きて寝落ちしちゃってなるほど結局対馬に何があるかわからんけど、まあ、桑さんおろしあの、まあまあ、ちゃんとツアーこんなことはいるからいいかとで来てみて、うん、今日一日あの対馬というところを旅してみて、うん、結局結論的に何もないなとひどいひどいね。穴子も食べたけど、うん、まああれ食えるなよそうだもん、うん、まあそう、まあそうね、こんなにその対馬らしいものがない。しかしあの展望台で、うん、あの韓国 あの大型バスが3台ぐらい来てね、あれ衝撃的だったね、囲まれてね、もう、ええ、もうあのおばちゃん、おばちゃんが怖かったね、あれね、おばちゃんが昔の日本人も同じことしてたでしょ。そう、みんな集まってね、そう、ハワイとかね、こうなってたでしょ。あれやっぱりね、同じことよ、あの昔の日本人ああいうふうにみんなで楽しんでたんだ。そうそうそう、でも、うん、今みんなああいうないでしょ。ないない、そう、もう会社の社員旅行とかで、ね、記念撮影がもうないでしょね。昔だったって積み立てしてね、行ってたもん旅行、うん、積み立てない、ね、あれはちょっと新鮮な感覚に見えたから、懐かしい雰囲気やな、ね、うん、なんかワクワクしてたよね、あの人たちね、うん、一番ショックやったのは、うん、あの階段上がる時にゼーゼー言ってた自分ショックで毎週ジム行ってて、なんでこれゼーゼー言ってるのかもうちょっと先に行ってくださいとか言ってちょっとあれはね、個人的なショックやったですね。あの膝が痛かった、膝が痛くなっちゃうんだよ、やっぱ体重重くなって体重重くなって誰に行きますよね、膝できちゃうんだよ、ちょっとした時に。確かにあの桑さんが途中で言ったけど、あの人生で対馬に来るのはこれで最後かもわからない。いや自分もそうね、そう思ったぐらい。そう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 。ああいかいか。日本3本ずつぐらい。辛いの好きですか皆さん、辛いの。好き。今度は3本ずつ。うん、よし、ほんならちょっと今度はそれをこっちへこう僕が焼くんで。うんうん。ちょっと待って。はい。これを。どうした、チヌークの2枚使いですかこれ初めて初めてね、こんなことするのはキャンプ場で初めてです。初めてね。いや、自衛隊のチヌークみたいですよ。チヌーク、そうチヌークですよ、もちろんローターが前後です。そうちょっと一応消毒です。結構細かいですね、ノリさんね。ほら、そうですね。それまだ炊けないでしょ。うん、まだまだ。ノリさん、いつもあの家でもフライパン2枚使いでやってた。それはめったにないですか。で、ソーセージがあったんですよ、ね、これ1人2本ね、だから半分に切ってる、うん、1人2本でこうね、でこうでいいから、よし、でん、これ2つに分けるのはあの 量の問題。うん、そうです、そうです、フライパンの容量が、うん、これぐらいしかない。よし、ちょっと多めに、うん、あ、なんかいい香り出てきた、うん、でいい香り、こいつを3本使います。いいですな、ノリさん、いいですな、今日はすごく、ね、なんか俺今日活躍してるね。してるしてるしてる、本当にかなり大胆に、うん、これいらんな、
あ、そう、うん、焼いてもらえば、うん、ちょっと、醤油だけ焼いてもらってもいい、これちょっと長いね、品がないね、うん、どうですか、熱い、ちょっと川手じゃないと厳しいですね。ああ、そうそう、焚き火の力すごいからね。すごい。なんか赤く、いや、もうちょっと真上、ちょっとお願いしますよ。いや、ちょっと、川手じゃないとちょっときついですね、これは。熱いやつ。川手持っていこう。あ、じゃあ、ちょっと上に、そこに。お、OK、いいですか、うんうんうん、ちょっとじゃあ、うん、あら、伊勢さん、なんかちゃんと少年が入ったっていうか、いや、もう気持ち入れ替えてますか、あの、入れ替えて、ね、本当、ね、さっきまで、さっきまでまだ己が定まってなかった気がするけど、今ちゃんと腰据えて向き合えるようになったんですね、ね、あー、いい感じですね、うん、そらパスタ食いながらイカ食うの。そらそうだそこですよ。マキ投入せんときんな、ね。この中巻き結構なんかいいね。いいですね。意外に、うん、ちょっとなんか細くてなんか大丈夫かと思ったけど。料理するのにはいいかもしれない。ね、あの火力調整ができるっていう。うん、いいのかもね。うん。うん。もう一回ひっくり返していただいて。ああ。いいかも。そこがありました。向こうのトイレの裏にいますね。あの、こっちの、こっちの、そこ、そこ。もういいんじゃないですかね。もういいですかね。うんうんうん、もういいですかね。うん。うん、ちょっと待って、はい、今日マヨネーズあるの？これもそう。マヨネーズは使っちゃってるから、あの、持ってます。はいはいはい。ああ、いいな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 い。気持ちいいぐらい調味料出てくるね今日。いいな。何でもあるね。Aさんすいませんね。いい。本当もう。普段学校で物を教えてはる方にこんなことさせてね、そう、なんちゅう、いや、だからそこでね、補うんですよ、やっぱり人間ちゃん、いつもね、いあのなんかこう高飛車な感じで、そんなことないですよ、多分ね、今度登壇したらね、そうそう、君たちはゴールデンウィーク何をしてたんだと、ね、僕はイカ切ってたんだと、そう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 、対馬の写真をあのパワーポイントに、そうそうそう、ちょっと。そうだよ、僕が忘れた時計はあの温泉のおか、ま、た腕にはめてたんだよ、はめてた、はめてたんだよ、今何時って聞いたら答えてくれたんだよ。なんか細かいしな、ちょっとね、ああ、かかった、今かかった、はい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 、あのイカ、イカセット、イカ焼き、はい、あのマヨ、マヨ、一味と醤油は、うん、あ、醤油ね、醤油もちょっとかけちゃうわ、醤油もちょんとちょんと、それ甘いやつダメですよ、うん、甘いやつ、甘いのしかない、辛い醤油じゃないんだ、あれ普通のやつどこ行った、はいはい、あ、うまっ、あ、行こう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 、はいはい、ちょっとこうね、いきまーす、あの、たまにちょっと混ぜてほしいんですよ、麺をくっつかない、うん、うん、あ、うん、ちょっと生っぽいやこれ、いやいやいや、これがうまい、うん、うまい、ちょっと生で今、よし、ちょっとこれもう今、まーす、これちゃんと時間見てやってるなって、あ、うまい、うん、うん、これ最高、ビールが飲みたいよ、ビールが飲みたいよ、おっしゃっておりました、すいません、もう何でも何でも、あー、すいません、で、あの、料理長の分も、うん、あれあれノーマルダメですよ、ノーマルはノーマルですから、もうなくなったの、もうなくなっちゃったよ、
あれだってドライ、うん、いやいやドライだって、うん、あれドライ20分あそう最初のだから、うん、いやもうないっすね、あれビールもうない、ああもうないっす、ちょっと待って、じゃあお疲れ様です、どうも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 、ちょうどいいわ。でも何気にめちゃくちゃ飲んでない？ああ、まあ少なみ程度で。いや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 。混ぜ混ぜて。ちょっと早いよねペースが。いい。まあビールばっかりね。クワさんのトーン。働いてるなあのりさん。いいですな。フェイスリー、タイマーオフ。フェイスリー、タイマーオフ。あれ？反応しないよ、うん、これはあれなんですよ、よいしょ、おーやっとりますなぁ、のりさん、でね、ここへね、あのさっきの、あ、腕汁を入れなあかんの、ここに腕汁を入れなあかんのけど、腕汁食えないの、腕汁じゃない、お玉か、お玉ももちろんこれほらありますよ、ほら、あああれ、下駄はもう、あ、一緒にもうやっちゃうんですか、うん、うん、うん、これ、やっぱりあれですか、これは何ですか、これはコンソメ、あ、コンソメ、なるほど、これ単身赴任時代によく、いや、これ僕のキャンプ飯、あ、キャンプ飯、ね、そうかじゃないもんね、あ、もう一本落ちます。いい。もう一本やる。まあこれぐらいにしよっか。ね、今日は素人さんアイデアが今日は素人さんアイデアからこれぐらいにしとくか、ね、よし、仕上げがあるわね、仕上げが、本当はね、貝割れが欲しいんやけどね、貝割れが欲しいけども、まあ、まあ仕方がない、これよし、あー落ちた、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 3秒ルール、もう無理へえ、甘いのがうまい、そうなんだ、この醤油垂れてね、ほんま食わなかねえけどね、ちょっとこの生ハムが剥がしにくいあの皆さん、あのボート見てないで、あのあれですよ、あのあれをしないと、あの自分のお皿とお箸なりフォークなりをご用意、いやいただいてくださいよ、はい、いつこ食べれるね、出来上がりですな、おー、はい、うわー、まだここに仕上げが、うん、あ、レモンなんだ、いつも買っても半分も使わねえもん、なるほど、これをこうすごい感じだ、なんかすごいな、はい、じゃあそちらの飯をこちらどうぞ、はい、はい、はい、これはじゃあ、はい、A さん取ります、はい、あの自分たちのあのあれでお皿に持ってたけど、よし全部使っちゃったお皿、うん、もしかしてよいしょ、じゃあこのあ、じゃあちょっとこのはい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 
あれこれちょっと熱くなっちゃうか。熱いから、その。うん。大丈夫。大丈夫。あれ？よし。よし。ここ余ってるはずやな。よし。ちょっとこう、ちょっともう。どうぞどうぞ。おー、なんかすごいね、すごいね、すごいね。ほい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 。よし、行きます。ちょっとこっち。はい、これ、ゆうさん食べてよ。食べてよ。ちょっとはい、じゃあうまい、うん、あのハムがいっぱいハムがいっぱいこっち来ちゃったけどごめんね、まあ、今日白菜ではちょっとこの味はね、うん、薄めに。よしよしよし、うん、はい、じゃあいただきます。うまい。じゃあ、いつも僕が食べてるのはカンプヌ。あ、うまいね、うん、やっぱこの塩味がね、うん、体を元気にするよね。あ、本当だね、うまいね。イカちゃんが、うん、どうですかこれ。ソーセージは2個ずつだね。これ唐辛子だな、これ。ハムがうまいでしょ。うまい。うまいですね。うん。もう味いい。これハムがうまい。こっち器をちょっと。うん。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。一回ちょっと。ああ、ごちそうさま。北海道以外ない地ですからね。僕やっぱね、礼文島はね1回しか行ったことないけど、あの雰囲気は多分あそこにしかないでしょ。そうですね。でもね、あそこでね、林道とかああいうよりもあの 歩く街や、そういうイメージがないんですよ。マイナスイメージがプラスイメージしかない。綺麗しね、景色。はい、23時49分です。中は 17.1 度ですね。湿度 70%、お開きになりましてですね、で洗い物も全部、やりまして、でのりさんはもう明日、朝もう8時ん8半とかその辺のフェリーでも帰るということで、もう7時にここ出るということで、もう5時半起きするそうです。まあ大体もう私ミスもそれ起きますけどね。で、エイジさんも帰るのかなって感じですよね。うん。で、明日、多分一人になると思うんで、どこに行こうかっていうこともありますけども、まずちょっと今日の振り返り、ちょっとやります。はい。まずここですね、阿蘇ベイパーク朝出まして、でまずは小舟越、ここですね、ここのちょっとなんか入り江というかですね、ちゃんときちんとこうリアス的にギザギザになったところ、固めたところ、以前ここあの船を担いであのこっちからこっちにあの渡してたっていうところらしいですね。うん。でちょっとすれ違いとかができない細い道で、ちょっとこうあ危ない感じのするところだったんですね。結構あの おもろかったですね。うん。で走って、対馬山猫注意の標識があり、で、まず行ったのが烏帽子岳ですね。もうここはもう絶景がもうこの360度絶景で見えるんですが、まあちょっとあのハングルの方々ばっかりで、もうすごいもみくちゃになってですよ。うん。あんなに来てると思った団体でバス来てたんですね。うん。で、展望台、から降りてきて渡見神社、ですね。まああの海の女神を祀ってるっていうだけあって、あの海の中に鳥居が
2つですか3つか、うん、ある感じですよね、うん、ちょうど引き潮だったんで、手前のやつはそっくりもう地上に見えてましたけどね、うん、でここ参拝して次に行ったのが木坂の藻小屋で藻小屋で畑に肥料にする藻を貯蔵してたないやつね、石造りのなんかちょっとこう頑丈にできてそうなやつですね。屋根はちょっと後で吹き替えたりそうですけども、なかなか趣がある、井戸ですよね。ちょっと保存状態がちょっともうなんか説明書きとかも何にももう読めなくなってたりなんかして、あんまりこう保存しようっていうちょっと気がないんですからね。ちょっとこう口当てて、あんまりこうウェルカムじゃないような感じだったね。うん、でこのその後、はい、どんどん北上しまして、でこの昼飯早めに百合食堂に行こうと思ったんですけど、もう場所が分かんなかったです、これ。で、まあ、昼飯、ちょっとまあ、11時20分ぐらいですかね。ちょっとまあ、ちょっともうないなってことで、先に進もうということで、ここですね、竿崎公園に行きました。で、ここはですね、日本最北西端の、まあ、碑がある。あと、灯台ですね。であと私の大好物の砲台跡からということで、それを見学しました。であと山猫のあれですね、保護の資料館的なものがあって、そこで山猫、も見ることができたといったところですね。でその後ぐっと行きましてですね、でもう、昼飯はもうお腹空いたんで昼飯を食ったと。で、ですね、ここですね、うん、日高津の、漁港のもう近くっていうか面してるところで食いました。アナゴフライの、定食、あ、うまかったですね、熱々で、うん、でまあそれ食った後、この渚の湯に入りました。でまあちょっとまあ、日帰り入浴施設ですね、うん、行ったらすぐに受付の人が、今から韓国の団体さんがたくさん来ますけど大丈夫ですかとか言って、うん、慌てて入りましたよでこのもうここで、アロマさんはこの便ですね、うん、日高から博多の便で、帰るってことで急遽なりましたんで、でまあお見送りいただいて、で我々はずっとこっちですね、この道をぐーっと行きましょう、ぐーっと、うん、なかなかった。ですね、どの辺だったか、この辺だったかな。あれね、もみじ街道とかいうとこだったかな。奥入瀬に似た感じの、いい道がありまして、もうそこが今日走った道で一番良かったな。こっちは面白くないですかね。うん、これなかなか面白いですよ。ちょっと時間かかりますけどね。で、その前に、日高津でスーパーで、買い物しました。ね、今日の。で、ちょっと小さなスーパーでしたね。うん。で、まあ、ビールとかしか買いませんでしたけど、はい。で、ぐっと、こっちの道を帰ってきたと。うん。したところですね。はい。で、明日は、うん。明日はですね、もうどうしてもちょっと今日行けなかったっていうか、時間の都合でパスしてしまったですね、この、豊砲台にちょっと50分かけてここに行って、でまたこっちを戻って、で今度南側を、ちょっと走ると。南側はですね、ちょっといろいろとどこ行こうかなってあるんですが、そうですね、まあ、ちょっとこっち側を走りたいなって話を、結構時間かかるんですよね、夕方までに宿に着かなきゃいけないんで、うん、まあちょっとこちらをまあ行けたら行って、時間がなかったらこっちをちょっと
このルートで行くっていう感じですかね。で、あの対馬藩のこのドッグがあのドッグ跡があるっていうんで、ここはちょっと咲いてみたいなと思いますね。で、宿は、宿坊ですね。宿坊でちょっと、泊まりますね。ここね。で、夜は、ここはあの夕飯ないんで、この辺どこかちょっと食べに行くって感じでしょ。でも明日はここで泊まって、で翌朝も、8時半のフェリーで帰るっていうことなんで、もうちょっと対馬の旅はもう実質、明日で終わりという感じですね。はい、はい、23時50分ですね。ちょっと電気消して、ちょっとツイッターのチェックをしながらちょっと寝ます。はいはい、寝袋もちょっと入らないとちょっと寒くなる感じですもんね。はい、じゃあ、皆さん、本日もお勤めご苦労でした。よし、よしよしよし、じゃあ寝まーす。完全にお前はいやらしく GS とやめた、やめた、小船越に行きました。小船越、対馬を走っておりますこと、あの市原さんはもうちょっと見る？神殿っぽくなってる。で、この中はなんか凶暴な。ここに泊まって。あわのほら。はい、どうもお疲れ様です。海ティラシ。まだいないんでしょ？あっしあっしあっし。ダメだ、どうもお疲れ様です。完全に北対馬の唯一のお船だから、はい、もみじ街道だそうです。スーパーで、ああ最近で、あ最近で、最近、ポンちゃん、あのそもそもどれが、ちょっと出てってます。あ、山猫さんですか。ああ、美しいな。誰が買ったんですか。結局結論的に何もないなって。さっきまでまだ己が定まってなかった。行こう行こう、はい、行こう行こう行こう、行こうね。あれ反応しないよ。通行すごい、なんかすごいな。